軸線は東京都中央区日本橋小舟町に存在する浴衣江戸古門中心の五服屋。正式称号は株式会社軸線。初代は店舗年間の創業であり150年以上続く老舗である。戦後、初代軸線ゆかりの地浅草に店舗を構えるが百貨店高級五服専門店からの声がかかり日本橋に移転した。 幻稿詞は、先代からの脳衣装、古代文様に加えて、焦僧院文様、創達、光林の創作再現を積極的に行っている。江戸染浴衣の独特な技術が有名となり、歌舞伎の世界でもその生き様が描かれている。毎年1月と2月に、東京、京都で百貨店、専門店を対象とした展示会を開催しており、この展示会をもとに年間の生産、 販売活動が計画され、1年間の営業活動が展開される。江戸古門などの春、夏物を展示し、2月は同じテーマで、京都で西日本を対象に開催している。手彫りの型紙で一旦ごとに手染めをする、型染めを現在でも続けている。五福、染物の金貨、軸線金や、軸線は、家営六年創業の風流古賀にして渋みある。 斬新奇抜な衣装で知られた染物や、古門の浴衣が大人気であった。陳竹林の千之助と言われた創業者の橋本、千之助は、そのあだ名を縮めて、熟線を天命とした水人で、大久保志向、長井蘇学、高堂徳地ら通人たちと信仰があった。千之助の次男、栄次郎は、父から独立志士店を任され、熟練した妙義をもって、染物の新衣装を暗室。 人気を博し、日本図案会の評議員を務めた。古文の描かれた単物の絵あり。金貨、軸線は、中型染物を持って有名なり下流に、及び非芸人社会に、最も歓迎され軸線染めというて、東京名物の一品なりと、記載あり。五福太物昇格食有禅染め東京市浅草区、北富坂町19番地金タン、軸線分店。 橋本栄二郎と書かれた詩編が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、より抜粋、江戸っ子の美意識をキーワードに江戸文化についての各分野の研究者を招いたセミナーを月に一度行っている。また、能、歌舞伎などの伝統芸能を鑑賞する機会も設けている。ありがとうございます。